JR 東日本は今日、新たなデジタル金融サービス JRE バンクを2024年の春に開始すると発表しました。JR 東ブランドの銀行口座を提供し、預金や住宅ローンなどの利用に応じて独自のポイントを付与するほか、新幹線の優待などの特典を検討しているということです。楽天銀行のシステムを使って運用しますが、 楽天ポイントはたまらないということです。